これはまるで人間タレントだ。はい、こんにちは、マカロニです。今回はサイバーパンク2077の動画やっていきたいと思います。こちらのモッドは4大神モッドのうちの一つ、アピアランスメニューモッド。パッチ 1.5 に対応したサイバーエンジンツイークスを導入することで何の問題もなく動作しましたのでご報告しておきます。ちなみにこのモッドのバージョンは 1.13 で動作確認が取れました。このモッドの概要を初めての方に分かるように説明すると、自分についてきて一緒に戦ってくれるコンパニオンを大量に召喚したり、街で歩いたり立ち止まったりしている NPC の衣装を自由に変更したり、その他にも現在の時間を自由に変更したり、実に様々なことが可能になる神モッドとなります。リリース当初は呼び出せる人数が6人程度のスペックだったのですが、その後のアップデートで飛躍的に人数が増えた模様で、軽く20人以上はいますよね。これちなみに一緒に戦闘に参加してくれるキャラとついてくるだけのキャラがいますのでご注意ください。これだけ勢ぞろいすると修学旅行を引導する先生の気分が少しわかる気がしますね。さあ戦闘開始です。と言っても僕は逃げるだけです。仲間にやってもらいましょう。火力はそれほど高くないとは思いますが、これだけいたら数の暴力ですよ。あの白い格闘キャラはかなり勇敢に立ち向かってくれますね。全員格闘系にした方が良かったかもしれませんね。敵を見つけたらすぐ向かっていってくれます。わお、 MVP ですね。苦戦しがちなこの場所に襲撃をかけてみます。お、彼はやっぱり向かっていくようですね。攻撃力は低いみたいですが、その姿勢には立ち上がって拍手をしたい。こうやって仲間の動きを見ているだけでもロールプレイがはかどりますね。このように乗り物で離れてしまうと追いついてきてくれるのに少し時間がかかりますのでご注意ください。しばらくすると合流してきてくれました。そんな感じで今回は4大神モッドのうちの一つ、アピアランスメニューモッドを試してみました。サイバーエンジンツイークスを最新版にすることで問題なく遊べましたね。モッドの詳しい導入方法は過去に動画出していますのでご覧いただければ助かります。説明欄にもリンク貼っておきますのでご参考ください。またコメント欄でも質問に答えますので、お気軽にコメントよろしくお願いいたします。次回他のモッドも確認し動画を作りますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。マカロニでした。バイバイ。